宮沢中村遺跡は、山梨県南アルプス市、宮沢あざ東宮沢に所在する遺跡。鎌倉時代から江戸時代にかけての村落遺跡。所在する南アルプス市宮沢は、甲府盆地の西端、鎌梨川衛星地域の位置する。標高は244メートル。一帯は、戦場地の末端に位置し、赤石山脈の前衛である。 駒山地と一ノ瀬大地が展開する。坪川、滝沢川などの複合洗浄地と藤川中石地が接する地点にあたり、湧水池が多く洪水の常習地でもあった。一帯は線状地、丘陵地帯、複合洗浄地、中石平野と異なる特徴の地形が連続し、各時代を通じて遺跡が分布する。扇状地、丘陵地帯には、 長田口遺跡、六花宮遺跡など縄文時代の遺跡や六花宮古墳、物見塚古墳など古墳時代の遺跡が多く分布する。先王部には、縄文中期の芋字屋遺跡や平安時代の締め、木遺跡があり、古代には一帯が和名類呪章に記される大井里の一角に当たると考えられている。先端部には、弥生時代の住吉遺跡や弥生、古墳。 中世紀の清水遺跡、古墳中期の村中遺跡、古墳、平安時代の滝沢通り遺跡などが分布する。南方には宮沢中村遺跡と同時期と考えられている鎌倉時代の集落遺跡である大使、東丹保遺跡がある。また、戦場地中央部には南北西名の海、駿河間を結ぶ春新王冠が通過する。宮沢集落は、 春申王冠のおとろ沢塾と市川大干渉を結ぶ市川道に沿って展開しており、さらに春申王冠は盆地南部で近世に活動した梶ジカザワに接続する。深向き院西郡の大井聡には平安後期には甲斐、源氏寺、鏡氏の一族が進出する。戦国期には鏡一族が衰退し、代わって 武田氏の一族で有力黒人となった大石が出現し、古長禅寺や富田城、上野城など、大石に関わる史跡が多く分布する。宮沢中村遺跡の北西には、海の国史によれば、室町初期の大石僧の領主、大井春信に関わるとされる深向き院が所在し、宮沢集落の形成に関わった寺院であると考えられている。 遺跡の所在する宮沢集落は、江戸時代から集落が形成されており、会の国史によればその規模は、国高309国4と、個数48個、人口187人、夕花市であったという。近世、近代期を通じ藤川の水害を受け、1900年から1909年にかけて、清水地区への全村42個が移転している。現在では、 地水が進み、厚生工業団地が所在している。1994年から1996年にかけて国道52号開設工事、中部横断自動車道の建設に際して発掘調査が行われ、遺跡の存在は1991年の私屈調査の際に発見された。宮沢中村遺跡を含む第一期工事区間にあたる南駒郡マ穂町。 大久国中駒郡白根町在毛塚の8キロメートル間では、中川殿遺跡、大志東丹保遺跡など10カ所の遺跡が確認されている。調査は1994年4月25日から1995年1月20日まで、道路幅25から35メートル、長さ約120メートルの範囲を対象として行われた。調査区域は、出水が激しく、 調査は排水を行いつつ実施された。創除は6面で明治時代の1面から中世前半期の6面まで生活面が確認された。1面は集落の移転が行われた明治期の面で民家の礎石などが検出されている。第2面は主体となる江戸時代の面で建物礎石や井戸、池の遺構、法棄予寺に関わる本堂、御堂の礎石、 参道、水路、池、石垣、墓域などが検出された。宮沢集落の南には、東西に、市川道が通過する。宮沢中村遺跡から検出された参道の遺構は、市川道から分岐し放棄よ寺境内へ至る、道である。放棄よ寺は明治40年代に、宮沢集落の移転後も、大正期まで当地に存在した。江戸初期の、 第紙面は洪水により一部のみが残り、建物跡などが検出された。第五面は中世の遺構で護岸施設として網ロを用いた区位列第六面からは水田が検出された。遺物では土器や陶磁器、内地土器、茶碗、皿、豆明具、仏具、下駄屋、漆碗、桶箱、箱、糸巻き、傘の一部などの木製品。 関営通報など古銭、かんざし、キセルなどの金属製品。鎌倉木と推定される五面からは南北に走る二号の区列が確認された。二号区列は、ヒの木材のヘギを編んで作られたアジロの両面に打たれており、東側には水田面がある。区列の西側には砂利層が確認されることから、河川の流路が存在していたと推定され、区列は、 護岸のための施設であったと考えられている。宮沢中村遺跡に近い日本柳遺跡においても、同様に、平安、鎌倉時代の区位列が発見されている。宮沢中村遺跡、P2、宮沢中村遺跡、P23、宮沢中村遺跡、P2、宮沢中村遺跡、P23、宮沢中村遺跡、P2、宮沢中村遺跡、P14、 水の国山梨、し P119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  ありがとうございます。